墨つぼは工具の一種。材木に直線を引いたり、建築現場で基準済みとなる地積みや腰積みを引くために使われる。竜の装飾が施された日本の墨つぼ墨つぼ機でできており、つぼの部分には墨を含んだ綿が入っている。糸車に巻き取られている糸をピンと張り、糸の先についたピンを材木に刺す。この状態から糸を弾くと、 材木状に直線を引くことができる。建設途中の梁や柱など、材木の間が離れているところでも、この道具を使用することにより正確に直線を引くことができる。数日間、墨つぼを使用しないと墨を含んだ綿や糸が乾燥してしまう。この場合、面に水を多めに墨汁を少なめに調整しながら注入する。かつ、糸車に巻き取られている糸にも水を、 数滴垂らすと良い。墨つぼは木でできており、工芸品として細微な装飾を施したものも多くもある。角墨つぼの下にある二つのヘラ状のものは墨指で、常に墨つぼと共に使われる。墨指をつぼの中に入れて墨をつけ、これで材木に印や文字や短い直線を書く。墨指は竹で作られる。すぐに墨が乾いて使えなくなるため。 事前に炭指を水につけておくか、使用後に水洗いしておくと良い。また、先端部分が摩耗しやすく、使うたびに先を、のみの刃先などで削る。先端部分が、金属になっているものも存在するが、昭和時代まではあまり存在しなかった。炭の代わりに、粉チョークを使うチョークラインという工具もあり、炭つぼに比べて扱いやすく一度引いた線を簡単に、 消すことができるという利点がある。同様の道具は古代エジプト時代から使われていたとも言われるが、墨壺と糸と糸車の全てを一体化したのは古代中国だと考えられている。日本では放流時に使われている最も古い木材に墨壺を使って引いたと思われる墨線の跡があり、この時代から使われていたとされる。 日本に現存する最も古い墨つぼは小燥院に保管されているものとされる。1990年代、レーザー光線により直線を材木状に表示する装置が販売されるようになったため、墨つぼ、墨指の利用は激減した。また、単に直線を引く用途に性能を絞った小型のプラスチック製墨つぼも市販され、 旧来の墨つぼは建築現場から姿を消しつつある。ありがとうございます。